ちょうだい。超怖い話その101。学校に遅くまで残っていると、音楽室の前で、ちょうだい、ちょうだい、と、どこからかお化けの声が聞こえてくるらしい。最近は学校中その話題で持ちきりだ。私たちはちょうど音楽室の向かいの教室だったので、特に盛り上がっていた。たけるくんも先週にその声を聞いたよって言ってたけど、そんなのただの噂でしょ?と、ふざけながらみんながそれぞれ話している。何が欲しいんだろうね。と、私も友人と一緒に笑っていた。そんな話をした後で、自分一人だけ帰るのが遅くなる日が来てしまった。急いで帰る用意をしたが、もう遅かった。ついに聞こえてしまったのだ。ちょうだい。ちょうだい。遠くから聞こえてくる声。それはやっぱり音楽室からだった。慌てて自分の教室から廊下に出た私は、怖いと思いながらも、明日友人に話す話題にしよう、と勇気を出してその声に答えるように、何が欲しいの?と聞いてみた。すると、ガサガサと後ろから何かが近づく音がする。しかし暗くてよく見えない。そして私の真後ろに来て、ピタッと音が止まった。すると、大、ちょうだい、と聞こえ、首のあたりに気配を感じる。怖さで動けずにいると、いろんな音が聞こえる、その耳ちょうだい。とっさに後ろを振り返ってしまった私は、耳をなくした女の子の霊を見た。羨ましかったんでしょうね。